はい、4号計速攻についてご紹介していきます。角換わりした後の局面から、4六歩で、6二銀3六歩で7四歩と突かれたら、まあ、桂馬を3七に跳ねて、今回は早繰り銀の場合を見ていこうと思います。でここで7三銀と早繰り銀をしてくる手に、ですね、早繰り銀、まあ、いろいろ受け方あるんですけれども、まあ、こちらが早繰り銀ができる形なら相早繰り銀でこちらも早繰り銀にするとか、あとは腰掛け銀から、早繰り銀にしてきた銀を追い返すとか、まあ、この局面だと7八金上がって受けるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、一応桂馬が跳ねている局面まで行くと、ここで4五桂というカウンターが一応あります。評価値はうまく指されると互角なんですけれども、もし早繰り銀を牽制カウンターしたい場合は、攻撃仕掛けるのがいいかなと思います。でここで以下桂馬をぴょんと跳ねて、4四銀であれば互角ですね。でもちろん2二とかに引いちゃうと5三桂成があるので、まあ、4二か4四か。で4二だと、まあ、プラス300ぐらいこちらがやや有利になります。で以下2四歩ついて、まあ、同歩に同飛車で、まあ、2二歩と受けられると、まあ互角ですね。初期値の先手有利ぐらいから、まあちょっとやや有利ぐらいの範囲なんですけれども、2二歩ちょっと見ていきますか。まあ、こう打たれたら、まあ、プラス100か200ぐらいなので微妙なんですけれども、まあ角打ちですね。6六か5五か、まあ、角を打って、まあ桂馬跳ねたり角を打ったりいろいろあるんですけれども、まあ、桂跳ねには飛車を寄って、まあ、これ桂馬を4五と取られた時は3二とこちら飛車になれるので、まあ、それはできないので、まあ、4四角。前回の動画でお伝えした局面とかなり似てますね。で、4四角と打たれたら、まあ、同角と取って、同歩に、2一角。という手が一応あります。ただまあこれも互角の範囲なので、この最善は2三金なんですけれども、まあ、こうなると難しい互角の範囲の戦いになります。まあこの辺りは力戦という感じですね。まあ、2二歩のところで、2三歩と受けてくれるとこちらが有利になります。プラス400ぐらいですね。で3四飛車と寄って、でまあこれ金取りなので、まあ玉寄って受けたりすると、前回ご紹介した通りに、まあ角を打ってまあ、4四歩7五歩といろいろあるんですけれども、まあ、こちらがプラス1500ぐらい、優勢になります。まあ、ソフトは1一の香取りを受けるよりも、まあ、8六歩で攻め合ったり7五歩とかあったり、まあ、一応4四歩という手もあるみたいですけれども、
同飛車と取るのが正着ですね。同角でも良さそうですね。同飛車と取って、5二金に、7四飛車と。はい、すいません。寄って、これ取れないので、6四歩とかやるんですけれども、飛車切ってしまって、同桂に1一角成。これで1600、500くらい優勢になります。なのでこの5五角打ちとか6六角打ちが厳しいということですね。玉寄った場合は、あとは3三桂が最善ですね。これも6六か5五に角を打って4四角打って相手が3三に桂馬跳ねてる場合は同飛車で、そうとも限らないですけれども、飛車で取るパターンもありますね。ここでは同飛車と取る方が評価値が高くて、同歩に同角ですね。6五角打ち、6五角打ちという手があるみたいですね。6五角打ち同角もそんな悪くはなさそうですけれども、一手同角見ます。同角でこれ5三の成と桂馬が飛ぶと1一の香取りにもなってるので、ちょっと受けにくいですかね。6四銀とか上がって、6六角打ち、露骨に3三の地点を狙っていくと、そうですね、受けるならどっかに飛車打つとか3一飛車とかあるんですけれども、これは1000点くらいこちらが優勢ですね。開き直って4五桂飛んで、1一角成でもいいですし、1回同歩もありますね。こういう感じで、難しいながらもこちらが有利という展開になります。なので2三歩と打ってくれるとこちらが有利ですね。まだまだ難しいんですけれども、有利であるということを意識しておくと指しやすいかなと思います。指しやすいというか、精神的に前向きになれるかなと思います。で、あとは4四銀、これはもうほぼほぼ互角、もう全く互角と言ってもいいぐらい、の評価になります。で、同じように2四歩ついて、同歩に同飛車と言って、仮に2三歩と打ってくれたら、3四飛車と寄るんですけれど、互角から、気持ち若干有利ぐらいかなっていう感じですね。ここでもし2五角とか打つと、4四飛車と切って同歩に5三桂成とはなれるんですけれども、これも難しい、互角の展開になります。若干有利、やや有利ぐらいかもしれないですね。で、
で、ソフトの最善は5五角打ちですね。5五角、まあ、このあたりも難しいですね。またこう2四歩と打って相手陣を乱す手があったり、まあ、相手居玉の場合は1五角と打って、まあ、これ玉が上に上がったりすると飛車の横行きが止まってこう3人飛車成りになれるので、まあ、これはほぼゲームセットですね。まあ、なので4一玉とか寄って、まあ、この辺でどうかという感じですね。まあ、2六角、今5二金とか桂馬を食いちぎる手もあるみたいですね。まあ、6四銀とか、まあ、いろいろありますね。まあ、これこちらの狙いとしては相手が、何もしてこないと言いますか、何か違う手を指すと、まあ、5三桂ならずと突っ込んで、まあこれ玉逃げるはちょっとやりにくいですかね。逃げると言いますか、上に上がる変なとこ行くとやっぱ3人の金取られるので、これがいつでもあるっていうのがなかなか相手からすると厳しいところで、5161桂成同玉で、まあ8三金と露骨に飛車の利きをずらすとか、まあ、4五歩と突くとか、まあ、いろいろ展開はあるんですけれども、まあこれ同銀だともちろん同角成で、こちらが大優勢ですし、そうですね、3一玉は金がボロッと取れるので、まあこれは大優勢ですね、まあ、という感じで、まあうまくこの辺で刺さればこちらが大優勢になる局面展開もあるんですけれども、まあなかなか相手も受けてくるので、簡単にそうなるのは難しいかなとは思います。まあただ相手も正確に受けるのは難しいので、受け間違えると一気に有利とか優勢とかに傾くので、相手からすると最善を指すのが難しいという局面かなとも思います。まあなので2三歩を打たれて飛車を回ると、まあ互角から気持ち有利ぐらいですけれども、まあ悪くはないかなという感じです。で、最善は2二歩打ちですね。まあ、ここに歩を打たれるとこれ以上攻めるのは難しいので、まあ7八金上がったりとか6八玉、あとはまあ2五飛車と引いて、ちょっと相手の隙を伺うという感じになるかと思います。これはもう全くの互角ですね。という感じで、早繰り銀の場合は、4五桂を跳ねて、うまくいけば有利優勢になりますし、まあうまくいかなくても、まあ互角の範囲で推移するかなという感じなので、相手を牽制するという意味では、飛ぶのもありかなと思います。というわけで今回は以上になります。良ければ高評価、チャンネル登録いただけるとありがたいです。ありがとうございました。